今回は店主の個性が光るお店が立ち並ぶディープな街、高円寺の物件をご紹介。祈りの東京ルームツアースタート。夜道も安全なルートで高円寺駅から徒歩3分で到着。最上階角部屋のお部屋、まずは水回りからチェック。浴室乾燥機付きの浴室、手洗い場があるとすぐに石鹸で手を洗えるから衛生的。透明な扉で仕切られたダイニング、ダイニングを区切って書斎と大型のクローゼットを新設。仕事部屋としても使えそう。暖かい光に包まれた 5.4 畳のお部屋、こっちのお部屋はダイニングとつなげても使える。音を遮断する二重窓設計、太陽の光が差し込むバルコニー、洗濯物がすぐに乾きそう。